かねこでおかねこでございますということで本日の食材がこちらよいしょとひし鎧味ということでね、それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちらひし鎧味っていうことでね、何やら聞いたことない名前の味が入りました。パッと見島味みたいに見えるんですけど、顔とか体高とか尻尾とかヒレとか、まあ、部分部分見ると違いますよね。このお魚が南国の亜熱帯域で獲れるアジの仲間のお魚ですね。国内でもほとんど見かけない幻のアジなんですよね。でね、味もめちゃくちゃいいらしいんですよね。なんで今日はこちら買いました。お値段が1匹5000円ですね。天然シマアジよりちょい安いぐらいですね。で、今この梅雨真っ盛りの時期に僕がおすすめしたい魚っていうのがアジ、イワシ、ここら辺をおすすめしたいんですよね。今の時期脂の乗ったイワシのことを入梅イワシとも言うんですよね。そのぐらい今青物が脂乗るんですよね。なんで今日はこちらのひし鎧アジを使ってごまアジを作っていきたいと思います。博多の郷土飯のごまさばの味バージョンですね。ご飯にもお酒にも最高に合いますので、今日はそちら作っていきたいと思います。で、まずこちらおろして、削状にしていきましょう。島味とか、浪人味とか、なんかこういうね、体高が高い系の味系のお魚って、皮引きが難しいんですよ。で、その皮引きが簡単にできる方法ありますんで、今日はその簡単にできるやり方と、オーソドックスな包丁で皮を引くやり方、2種類やっていきたいと思います。さあ、まずはじゃあ、頭を落としていきます。お腹は抜いてくれてあります。まず頭を落とします。鎌の下から頭を落とします。はい、こんな感じですね。で、この頭もすげえいい出汁出ると思うんですよね。ちょっとトラ危ない、ちょっとトラごめん危ない。よし、兜割りにしておきます。これは明日の朝のお味噌汁。そしたらまず簡単な皮の剥ぎ方からやりますね。まずお腹側と背中側に1本ガイドライン入れます。横にこう入れるんじゃなくて、もう縦にさーっと入れちゃってください。そしたら背中側向けて、背中側も一緒、皮を1枚切ります。こんな感じ、上と下に切れ込みが入りました。で、ここでポイントは、必ずこの端っこまでしっかりと切れ込みを入れること。お腹側も背中側もですね。そしたらあとは背中の方の取っかかり、必ず背中からやってください。こう皮を持って剥ぎます。ちょっと力がいるんですけど、その場合はペーパーとかでこう皮を持って滑らないようにします。で、こうやって引っ張っていきます。で、引っ張るときにお腹側の身がえぐれやすいので、お腹側はちょっと慎重に手でこうやって押さえながら、こういう感じでビリビリと、こんな感じに剥きます。そうするとね、皮が簡単に剥げるんですよ。で、ちょっとね、ここら辺失敗しちゃったんですけど、ギンギンが残りやすいです。で、このやり方だとすごく簡単に皮が剥げるんですけど、デメリットが一個あって、若干ね、尻尾の方に、この皮のね、繊維みたいなのがちょっと残っちゃうんですよね。まあ僕は気にならないんですけど、気になる人はちょっと気になるかなと思いますんで、この尻尾の方に筋が残っちゃうっていうのは一個デメリットですね。で、反対側も同じように剥く場合は、切れ込みを下と上に入れて、ビビビと剥いていくと。そして、あとは3枚に下ろして、血合い骨を取って、削状にすると。3枚に下ろします。こうやってね。うわぁ、すごい。あ、結構ね、油あるね。で、身はね、かなり硬いですね。結構筋っぽそうだぞ。はい、こんな感じ。油ギトギトっていう感じの身ではないですね。で、オーソドックスな皮の剥き方やりますね。オーソドックスな方は、まず普通に3枚におろします。で、こっち側剥けて。皮結構硬いですね、この魚。よし。そうしましたら、まずはお腹の骨を引いちゃいます。腹骨すいて、腹骨すきましたら、ここに血合い骨が1本通ってますんで、ここを割っちゃいます。ピンセットで抜いてもいいと思うんですけど、このぐらい魚体が大きかったら割っちゃった方が早いかなと思いますんでね。これが血合い骨ですね。はい、そしたらこの状態になったら柳包丁の出番です。出刃包丁よりやっぱり柳包丁の方が皮引きやすいですね。で、尻尾の方から包丁を入れて皮を剥いでいくと。
で、ここら辺で調節して、一回見ます。こう包丁を入れて、ここで確認して、この赤い身が削れてる角度で、行こうと思って、ギュッと引いちゃうと、失敗します。赤い身が見えたら、ちょっと包丁の角度を下に落として、この透明の、この色になるまで、包丁の角度を調節してください。はい。ちょっと失敗かな。あー、ちょっと残っちゃったな。あ、うまくいかなかったな。本当に油がギトギトに乗ったものだと、この銀色がバーッと残りやすいんですけどね。で、次、お腹の方いきます。お腹の方も一緒ですね。まず包丁を入れて、できるだけ皮ギリギリを攻めると。攻めすぎると切れちゃいますね。難しいな、これ。ちょっと難しいな。で、尻尾の方こうやってね、ミスっちゃったら、こっちからいきましょう。めちゃめちゃ下手くそでした。すいません。なんてこった。本当はもっと白いのがビシッと残るつもりだったんですけどね。で、皮引いてる時に思った敗因がありまして、この魚ね、結構鱗がついてました。うん。なんで、鱗取ってから引いた方が、もっと綺麗に引けたと思います。なんで鱗取ってないと綺麗に引けないかというと、こうやってね、まな板に鱗がつくじゃないですか。で、このまな板に鱗がつくっていうことは、この皮肌が、ボコボコになるんですよね。皮肌がボコボコになると、綺麗に包丁が入りにくくなるんですよね。なんで今日こういうね、失敗例もあるよと。シマアジ系はね、結構難しいんです。なんで確実に銀色残したい場合は、こう最初やったやり方だと、こうやって銀色が残りやすいですね。僕こっちの方が好きなんですよね。もう上手い人とか、自信のある人は、このパターンでいってもいいかもしれませんね。そしたらこちら側も同じように、血合い骨を外すと。並べてみるとこんな感じですね。上が包丁で引いた方。で、下が手で剥いた方。やっぱこっちの方が見栄えがいいですね。そしたら今日は横着して、鱗ついたまま皮引きましたんで、これね、鱗がついてるんですよ、まだ。なので、塩水で綺麗に洗っていきます。アジとかハマチとか、そういうね、青物系のお魚は特になんですけど、この自分でさばいた場合は、塩水処理した方が、絶対いいです。鱗の取り残しとか、あと血の汚れとかも取れますし、シンプルに魚の中に入っている余計な水分が外に出てってくれますんで、浸透圧で。旨味がぐっと濃くなります。なんでこうやって塩水の中で洗ってあげると。これはね、した方がいいですよ。で、こういう風にジャバジャバ洗っちゃうと、なんか水っぽくなっちゃうんじゃないって思う方おると思うんですけど、そんなことはありませんので。真水で洗ってしまうと逆に水が魚の中に入っちゃうんですけど、塩水だと逆に出てってくれますんでね、問題ありません。そしたら、水気をしっかりと切ります。ペーパーでパッパッパッと。はい、そうしましたらこちらの身を切っていきます。で、切る前に最終チェックですね。ちょっとこういうところにね、骨が残っちゃってる場合があるんですよね。そういう時は、この段階で骨をきれいに取ってあげる。で、もっと丁寧な仕事は、こういうところにね、膜が残りやすいんですよね。アジとか、あとね、グレとかも残りやすいですね。こういう膜が残ってたら、こうやってここだけ、すくい上げる。はい、で、この状態になったら、で、ごま味は、そんなに、分厚く切らないです。僕がね、福岡で食べた時はね、こんな感じでしたね。ほんとこんなもんでした。こんなもんで、ザク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 と切っていきます。はい、こんな感じ。そしたら漬け込み用のごまだれを作っていきましょう。でもごまだれね、すごく簡単です。材料が、お醤油、ごま、生姜、みりんですね。で、みりんはできるだけ本みりん使ってください。で、お醤油は濃い口醤油。まず、お醤油を大さじ1ぐらいかな。で、みりんもお醤油と同じぐらいの量を入れます。で、そこにごまですね。ごまを自分がいいなぁと思うだけ入れてください。僕多めが好きなんでね、このぐらい入れちゃいます。そしたらそこにちょっと生姜入れましょう。そんなに入れなくていいですね。もうこんなもんで。あんまり入れすぎると生姜が主張しちゃいますんでね。で、まあ混ぜ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 と。ゴリ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 。ダバーっと。で、混ぜ混ぜ混ぜして、うわ、もううまそう。これはもう最高だよ。で、これで冷蔵庫で10分ぐらい冷やします。それじゃあ冷蔵庫入れていきます。10分後に移動。はい、そしたらキンキンに冷えております。いい感じに味も浸かりましたよ、これ。そしたらこちらを盛り付けていく。
はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。こちらごま味ですね。しっかり味も染みておりますね。ちなみにこれお椀の中は白米でございます。白米とこの急須の中はカツオだしが入っております。熱々のカツオだし、これを乗せてガーかけてお茶漬けみたいな感じで食べたいなと。でまずはシンプルにそのままでいきたいと思います。混ぜ混ぜして薬味と一緒にこちらいただきます。これはうまい。ごまがいいのよ。この魚意外とさっぱり系ですね。アジっていうとこうちょっとね、なんだろうな、青物独特の、まあ、香りというか臭みがあるイメージなんですけど、ないですね。とても歯ごたえがあって存在感抜群の白身ですね。そしたらこれをこの大粒の白米の上にガッとガッとたっぷり乗せて、でカツオだしを注いでいく。よし、これですよ。いただきます。うわ、優しい、染み渡るな。このカツオだしとごまだれが合わさってね、もう最高のだしになってる。ちょっとこの子はこの食べ方では上品すぎるかな。もっと来いやーって感じ。もっと出てこいよって。そんな感じですね。これマージとかでやったらやばいですからね、これ。はい、ということで今日はこちらのひし鎧味のごま味ときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でん、あげるのやつ。よう泣く子。よし、綺麗に決まった。7対3、いただきます。うまいな。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はひし鎧味というちょっとね珍しい味を使ってごま味を作ってみましたけども、むちゃくちゃうまかった。あの魚はうまいね。脂のりのりのあの島味とかカンパチとかもうまいんですけど、今日のひし鎧味ぐらいあっさりの青物っていうのもねうまいですね、またね。うん。で冒頭でも言ったようにこの時期本当にアジ、イワシおすすめです。お値打ちだし美味しいお魚、ぜひ皆さんもねスーパーとかお魚屋さんで見かけた際は青物チャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。